はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストセンターオブジアス続きやっていきたいと思います。別の字を先に済ませるんですね。それで私は、マジでこっちから行った方が早いから行ってんのに、自力で歩いていかせんだ、ミレイユ。前回ね、これをさ、ミレイユを連れて、そう、前回先行っちゃったんだけど、とある洞窟があるんですよ。そこに行けばいいんだよね。サンダーラットとかいるからさ、まあいいか。カットしてもいいんだけどね。何か使うかもしんないじゃん。ちょっとスピード、ベホイミ使う。これ入れていくべきだったんだ。このスピードでやりますわ、じっくり。収録外だったらね、超速で自分やってるんだけど、レベル上げとか、仲間入れ作業とか、そのまま忘れてさ、収録しちゃうから、ね、まあ、そういう時もある。人間だもの。これも、ドラクエ8からさ、3D とかやってるじゃん。ドラクエ7だったらね、ドット絵となんかあの 3D が混ざったような感じなんだ。だからその時出てきたモンスターだからね、プリズニアはね。だからドット絵の固定グラフィックっていうのがあんまよくわかんないんだよね。あれでいいのかな。11とか出なかったよね。11も 2D モードとかあるからね、あれはね。よし。竜の鱗が、これなんかいいのかな。竜の巣でもあんのかね。あの洞窟もどうにかしていくんだよね。船乗ったら早いのにね。メタスラヘルムとかあったんですよ。で、踊る宝石とかも出てきて、普通に仲間入りましたし。まあ、サンダーラット先にこっち来て仲間入れとけばね。バトルアックス落としたよ。バトルアックスだったっけ？あ、2個だよな、持ってんの。よし、行こうか。こっちから自力で歩いていくしかないんだ。ってことはイベント途中で起こる可能性もあるってこと。砂漠とかなんかいない？出てきてほしいとき出てこないよね。あ、トカゲ鳥初だ。ここにしかいないんじゃないかな。ガップリンとかもね、森の中出やすかったんで。ベホも覚えた。外せないじゃん、もう。あれなんだっけ？ここ来ちゃったんだけど、多分ここの奥で鍵作るんでしょうけど、俺これよ。こいつ入れたら多分、メタルスコーピオン楽だった。まあ、主人公いれば雷電覚えるからね。やるね。仲間になりにくいって書いてあったから、そうそう仲間になるものではないと思いますけどね。まあ、あんま大して変わらないね。プラチナ宝石のところとね。あの、火山もまだ奥深いから、あそこにゴーレムがいて仲間になりやすいって書いてるから、あれ入れたいんだけどね。キメラ、ピエールとホイミンな、外せないもんね。今もここまで来たらね、やっぱ3番目とかだよね。あ、やった。こいつ仲間なんだ。ちょっと待ってよ。それだったらちょっとセーブしよう。ボスとかだって湧いてたら嫌じゃんね。やった、よくまん入りました。また戻んのだってめんどくさいもんね。
なんないですね。一回一回戦闘期待ですよね、これね。いや、じっくり行きたいんですよ、このゲーム。すごい面白いんだもん。あそこ、あそこでどうやって行くんだろう。いつの間にかメッキー17まで上がってるじゃん。仲間なんないよね、そう簡単になりにくいもんね。踊る宝石も待って、ちょっと見ていいですか。忘れた。ここら辺からだよね。ならない、ならない。あー、こっちもならないんだね。なりにくいのがこれ一発で入ったもんね、びっくりだよ。ってことはこれたまに仲間になるが入んねんだもん。こいつも入ってないね。ならない、ならない。なりにくい。クロスブーメラン。レアだよな、あれ。たまに仲間になる。ここもすぐ入ったね。こいつだ。ゴーレム。図鑑では、漢字なのにね。さあ、ここは清き水の魔力が集まる場所です。白金の釘を貸してください。清き水の力よ。その大いなる大地の恵みを我が身に捧げたまえ。ブラディーポとか出てこねえだろうな。おかしいわ。魔力が集まらない。ほら、ほら。セーブしてよかった。これは、この柱が魔力を吸収しているというの？アルスさん、柱が襲いかかってきます。エンタスマンかい。今日はセーブしてよかった。あ。ですよね。まあ、ちょっと一匹、イオラ。スクルと、ラリフォーマー効くわ。効かねえか。13。うわ、イオラの氷の息。あ、いいね、いいね。メッキ役立つじゃん。カードも来てんだね。あ、いいね、いいね。あ、攻撃でいいか。まあ10いくつか与えられるんだったらありだね。3番目なんか呪われてんのかね。みんなに集中食らってるけどかわいそうだよね。攻撃、イオラ、デフォマラ、氷。あ、いった。余裕だね。経験値ないかい。驚きましたね。まさか柱が襲いかかってくるなんて。何でもありだよぜこれ多分。でもこれで大丈夫ですね。それでは気を取り直して。清き水の力よ。その大いなる大地の恵みを我が身に捧げたまえ。やったぜ、魔法の鍵だぜ。これで、へその奥行けんだ。さあ、この魔法の鍵があれば、あなたの行動範囲も広がるでしょう。まずは、今まで行ったところを再度訪れてみてはいかがですか？いかがかしら？きっと新しい発見があるはずよ。その力を正しき方向に使ってくれることを願っています。それでは私はこれで。ありがとう、ミレイユ。いや、そうだけど、あそこ、あの宝ってどうやっとんの？もう一個。
なんかあったじゃん、あれどうやって取るの、あれ。え、どっかから繋がってんのかな。デインなんて言うんだけど、後に登場した呪文だからね。ライデイン、ギガデインからね、最初だったの。で、そのうちミナデインが出て、その後だからね、デインなんてね、一歩前に出た。モンスターだからね。最初だったら何デインってと思ってね。なんかここら辺隠しとかあんのかな。だってここの下、え？鍵がかかってる場所じゃ全部行けばいいのか。これも仲間入るもんね。まあそう簡単じゃない。だからこの上行くとさ、ここにあれ？これだよ、これ右行けんじゃねえの。あ、行けねえか。いや、あれどうやってんの。下ってことはこの下の階からだよな。どっか調べたら階段あったりするのかな。まあいいや、ちょっと後でまた考えましょう。るしいる、ちゃちゃんちゃんちゃちゃん。いや、それはいいね。今回これで終わりじゃないから、まあ鍵取ってね、ここも鍵あんのしてたしね。やっとだ。こんな感じか。小さなメダル。あの通っていけんのか、じゃあ。だ、鍵があれば、あの、へそに行けるって言ったから、まあ、いいや、全部回ってみましょう。こんなとこ鍵あったっけ？鍵ないか。ないけどな、なんか売ってたな、ここ。金の髪飾りとかってどこだったっけ、あれ。どこだったっけ、鍵かかってんの。何もない村ですぞ。あとはまあ、ノースレスターにもあったの、砂漠のオアシス。ああ、まだら雲いたね。あったあったあった。お、メタスラの槍。プラチナソードのがいいよな。ハゲンのリング、幻防止だね。ああ、チェラメダル、多分どっかにあるわ。あと、サウスレスター。あ、マリ君、あ、そっか、拾い物しないとね。あれそうだね。破滅の盾。ごめんね、魔力の土はちょっと取っときましょう。どっかにあったよな扉。アルバンテイン、ハーゴンの城、ここもあったね。あれ、なんかあったような気したけど、気のせいか。ないね。あと最後の鍵ぐらいか。あとパスモール。ここぐらいだよね、あとね。いた。あなたの冒険楽しかったわ。魔法の鍵はきっと役に立つはずよ。頑張ってね。まあ、まあね。
あ、ここに売ってたんか。まあ、作っちゃったやつ1個ぐらい買ってもいいか。あとは。あ！え、モンスターじいさんいる。マジで。レベル1桁のやつちょっと上げようか。ブーメラン 街大きくなってんじゃん。どんどん街が大きくなります。さすがですね。鍵で、階段できてると思わなかった。びっくりした。どんぐらい、どこまででかくなんだろうな。鍵かかっていけなかった、いけなかった場所結構あったと思うんだけどね。いい加減脱出ロアに仲間入れたいけど、ここなかったね。この街も臭いな。もしかして俺が臭いのか。でしょうな。おう。錬金用。すげえな、売ってるもの多分最強になるよね、これね、そのうちね。よし、じゃあ、どうしようかな。今回ここら辺まででもいいけど、ちょっと早いかな。次、地球のへそ行ってみるね。地球のへそとか、しびれくるが入りそうじゃない？まあ、ルーラーで行ける場所、どっか探さないといけない。通ってダメなんかな？鍵じゃ入れないんかな？海底の途中の。雨露の塔だっけ？この裏側に城あったよね。そこ行ってみっか。そこ行って何もなければ、あと小さなメダルだもんね。小さなメダルどこだったっけ？なんかどっかお城があるって言ったよね。待って、ここは、なんかあったっけ？スライムがいた場所か。わかんない世界をさ、旅するってすごい楽しいよね。冒険家になりたいけどね、帰ってこれる保証ないからね、現実ではどこも行きたくないんだよね。現実だって地球がさ、もう隅から隅まで分かるような感じじゃん、今も。だけど、奥深いとこなんか分かんないじゃん。地面の下とか分かんないでしょ、だって海の中とか。行ってみたいなって思うけどね。帰ってこれで保証ないじゃん。ねえ。ならね、自分病気だからさ、出張とかさ、転勤とかできないのよ。医者が決まっちゃっててね。だけど、普通の暮らしはできるって言われてるから、いいんだけど。ねえ。いろいろ大変なんですよ、私も。だからストレス溜めないようにしてねとは言われてる。免疫とか大事だから。だからやれることさ、やっぱゲームやっててさ。ね。これも一種のコミュニケーションでさ、大事だと思うんだよ。趣味でもあるしね。趣味なんか、まあ趣味だろうな。趣味っていう域を超えてんのよ、自分の場合。趣味ですかって言われたら、趣味なんかわかんないけど。ライフワークって言えばいいの？ゲーム。なんて言えばいいの？趣味なんだろうな。またなんか違う枠なんだよな、自分の感覚では。でも昔よりやんなくなったんだよ。昔どんだけやったって、どんだけやってたんだよって話じゃん。まあ、ちょっと大昔の話は、クロノトリガーが出た時なんか、自分、3日間寝ないでやってたからね。あの時まだ若かったからね。一体いくつなんだって思うけど、まあ、それは大体わかるでしょってね。
あれ何、どうやって行くの、あれ。あれなんか洞窟あったよな。多分絶対どっかから繋がってんじゃん。いやあれど、あの洞窟どっかに繋がってんの、あれ。え？なんか不思議だよね。ちょっと待って。メダル王のとこってまずどこにあるの？どっかから下って言ってるよね。あの、キラーマジンガーのとこから上行ってみる？なんか変な敵いたらやだなぁ。あ、待って、ディロ、あ、そこ行って終わるね。ちょっと今がさ、あれ行ったら中途半端なのよ。あの、なんだっけ、あの、あ、魔獣の角欲しいな。いっぱいあっからいいか、いらねえか、うわ。うわ。いやぁ、もう楽になってるね、こう強かったのに。でもこの時になったら鱗の盾とかレアな音ですしね。まあでもあのセンターオブジアースの方のとこ行ったら結構いろんなの起こってっからね。ここの上だよな。あそこにも鉄鉱石1個起こってっからね。あれ、蝶の羽。ここ上行って右だね。左行ったらなんかやばそうじゃね。個人的によ、このゲームは好き、すごい好き。もう一つすごい好きなんだけどね、弁護士が出てくるやつ。あれ超好きなんだけど。ミンストレルソング。あれすげえ好きだな、あのゲームは。あ、こんななってんだ。雷の玉。イカズチの玉かな。敵強そうじゃない？まあ、メダル多分どっかで交換できるでしょうね。まあ、このパーティーで行こうか。とりあえず今は最強だからね。ピエールがやばい。やっぱりこれ入れろっつってんだ、ピエールは。爆弾石。はい、やばい。これはちょっとやばい、やばいんじゃない？どっか怖い。ラリフォーマー。ね、また、よし。あー、よかった。うわー、90って。規格外じゃん、やっぱり。スイスワロー、すげえ。これやばい。ここは来ちゃいけない場所だったね、多分ね。まだ先だよね。うわ、ならない、ならない、ならない。スイスワロー落とした。じゃあ今回はここまでにしようか。上の男いるんだけど、どこだ、メダル。下か。最初始まったのどこだっけ。センター、あ、センター、あそこだ。で、塔があって、最初のところの下行ってみっか、今度ね。はい。ということで、今回ここで終わろう。ね。じゃあ次回はまたへそに行きます。はい。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、X のフォロー、よろしくお願いいたします。よろしく、ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。